おはようございます。大縄張りの西山です。本日は愛知県半田市亀崎海浜緑地の方に来ております。本日釣りをするのは来て楽しい食べて美味しい風釣りの方を行います。釣り方についてはファミリー向けでいろいろ楽しめる釣り方を紹介させていただきますので、本日はよろしくお願いいたします。はい、ではまず浮き釣りの方からやっていきたいと思います。使う仕掛けはハゼ取り浮き仕掛けを使用します。竿については延べ竿を使用します。仕掛けの方なんですけども、これは延べ竿の長さに合わせてもらって使用します。リリアンという糸がついてますので、ここに仕掛けをつけていきます。先っちょに輪っかが2つついています。下の輪っかに指、親指、人差し指を通してもらって、下の糸、これを掴んでもらいます。で、それを1個抜くともう1個輪っかができるので、先ほどのこのリリアンを通してもらって、あとはその下の糸を引いてもらうとキュッと締まるの で、これでセットは完了になります。本日は青磯目と石五貝、この2種類を準備しております。噛みついたりとか、あと暴れたりしてうまくつかめないっていうことがあるので、当社に虫ピンチっていう商品がありますので、こちらの方をお使いいただければなと思います。このように手を離しても挟むことができます。頭の近くにそのまま針をセットするだけで OK です。あと離したらそのまますぐ釣りができます。じゃあ早速、浮き釣りの方始めたいと思います。ハゼは、まあ、大体底の方に、いますので、浮きから下に虫がついてますんで、その虫が底の方になるようにセッティングして、それを投げてもらって当たりが出るまで待つという釣り方になります。そこに着底するとポンっていうような当たりが出るんで、あ、それでそこだなっていうのが分かるんで、まあ、これは単純にその延べ竿に仕掛けつけてもらって海にそれを投げて待っとくっていう形になるんで、狙いたいレンジ、その高さですね、の浮き調整が一番ポイントになってくるかなと。違うやつが来た。生後のちっちゃいやつです。ちょっと待ってもらって、で、竿を上げてもらったらしっかりかかるので、皆さんも挑戦してみてください。ハゼって好奇心旺盛な魚になってるんで、まあ、そこをちょっと這わせるような動きをしてもらうと、まあ、向こうが反応を示してくれるので、ちょっとずつちょっとずつこういうふうに、まあ、浮き釣りの場合だったらずらしてスライドさせながら誘いを入れると食ってくる場合があります。このポリ浮きなんですけど、浮きの先っちょがアンテナみたいなのがピンと立ってるんで、風が吹いて波が立ったりった場合に、あ、ちょっと見にくいなって時があるんで、この仕掛けについては工夫されてるとこかなと。当たってますね。OK です。風釣れました。風に対しての設計された、まあ、針になってるんで、比較的その口に、まあ、吸い込みやすくて吐き出した時にかかりやすいっていう、まあ、仕様になってますんで。 OK、 釣れました。かわいいです。針がなくなった時の交換は、交換針の端っこに輪っかがあって、ここにちょっとかけて引っ張るだけで、これでもセット完了です。きたー、きたー。釣れました。
はい、本日使用しました仕掛けについて軽く説明だけ行います。まずですね、一番初めにやった浮き釣りに使った仕掛けなんですけども、延べ竿の長さに合わせた糸の長さということになってきますんで、弊社の方では 2.7m、3.6m、4.5m、この種類がありますので、竿の長さに合った仕掛けを選んでもらったら、その場現場ですぐに使えるような仕掛けとなっておりますので、ぜひお試しください。で、続きまして、脈釣りの方で、ハゼ片天秤という仕掛けになってます。で、まあ、簡単に道糸、ライン糸ですね、それを天秤に軽くセットしていただいて、でそのままあとは餌をつけて放り込んでもらうだけで、すぐにできますので、こちらもおすすめとなっております。交換針の方が入ってますので、かなりお得となっております。で、最後に投げハゼ天秤、こちらの方が、これからチャレンジしてみようかなっていう方でもそのまま釣りができますので、こちらもぜひよかったらお試しください。家族とあとお子様を連れて、まあ漁港とかまたこういった海浜公園で釣りされる方は必ず、ライフジャケットの方装着お願いします。非常に、危険ですので、ここはもう徹底して、安全対策を行った上でしっかり楽しみましょう。はい、じゃあ次は、ハゼ片天秤一組を使って、脈釣りの方をやっていきたいと思います。先ほど、ハゼポリ浮きの仕掛けの方の浮きとかを、まあ、外してもらって、ハゼ片天秤これの、仕掛けのここの穴ですね、ここに糸を通して結んでもらうだけで簡単に釣ることができます。はい、では今から、脈釣りの方を始めたいと思います。釣り方なんですけど至ってシンプルです。餌つけてもらったものを底に落としてもらいます。で、底についたらちょっとだけなんですけど、こう餌を踊らせることによって、反応よく食ってきますので、そこをちゃんと取りながらちょっとずつちょっとずつ動かしていったら、コツコツコツっていう当たりが出ますんで、その反応を見ながら釣るっていうすごくシンプルな釣りになっています。OK、来たー、ハゼ釣れました。この吸盤みたいなやつで潮の流れが速い時とか、あとはそうですね、岩とか岩壁、そういうところにここでひっついてるんで、まあ、意外と近いところだったりっていうのも、普通に釣れたりしますので、ぜひともそういうところも探ってみてください。まあ、浮き釣りにちょっと慣れてない方、まあ、特に棚合わせですね、それが慣れてない人だったら、まあ、逆に脈釣りは底を取ってトントンって探っていくような釣りになりますので、まあ、比較的根がかりはちょっと多いんですけど、その辺は浮き釣りに比べたらしっかりと餌を下まで落とせるっていうのが、まあいいところのポイントかなと思います。釣りました。で、次は、投げハゼ天秤セット、この仕掛けを使って、ちょい投げで、ハゼを釣りたいと思います。まずリールの方なんですけど、小型のスピニングリールを準備していただきます。で、ロッドの方、竿の方ですね、これがだいたい 1.8 から 2.7 メーターぐらいのリール竿を使ってハゼ釣りを行います。で、仕掛けのこちらの輪っかの部分に糸を通してもらって、で結ぶだけでこれでもセットは完了になりますんで、非常に簡単で誰でもすぐに釣りが始めることができます。では早速始めてみたいと思います。投げる際にはちょっと後ろ人いないかだけ確認してもらって、で軽くキャットしてもらいます。で、投げてもらって底についたらレール返してもらって、あとはズルズルと引きずるような感じで、
い、全然わからんかったなんか浮くと思ったら、ゲットです。お疲れ様でした、本日は、釣って楽しい、食べて美味しいハゼ釣りの方で、ご紹介させてもらったのが、まずは浮き釣り、そして、脈釣り、あとはちょい投げ、この3種類の方を、説明させていただきました。まあ、どれもお手軽で簡単で、なおかつこれからまだシーズンに向けてハゼはどん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 大きくなっていくんで、まあ、引きが楽しいですし食べても美味しいですし、まあ、簡単なので何よりも、なんで皆さんもぜひ、これからチャレンジしてみてください。今日はどうもありがとうございました。